第2代ロチェスター伯爵ジョン・ウィルモット第2代ロチェスター伯爵ジョン・ウィルモットは王政復古時代のイングランド貴族で宮廷詩人、学位は文学修士、新京都革命で亡命していたチャールズ2世に従い、騎兵隊長、寝室が自重として仕えた初代ロチェスター伯、ヘンリー・ウィルモットの一人息子として生まれた。百五十三年から翌百五十四年にかけて、 母アンと共にパリに滞在。1656年までに領地であるティッチリーパークに戻る。10歳頃からバーフォート文法学校に入学し、ギリシャやラテンの古典作家に通業するようになった。1660年にオックスフォード大学、ボダム学寮の自費学生となり、1661年には14歳で文学修士となる。その年の11月にフランスとイタリアへの大旅行に、 おもむく。帰国した1664年の暮れから、チャールズ2世の愛称で登園にあたるバーバラ・パーマーや、大法官のクラレンドン伯爵、エドワード・ハイドを通じて、年収2000ポンドもの大財産の相続人であったエリザベス・マレットに求婚を始めた。しかし1665年5月26日の晩、一段の男を指揮して、チャリング・クロスでエリザベスを誘拐し、アックス・ブリッジで、 逮捕、5月27日にチャールズ二世紀の命令でロンドン党長官に送られた。6月19日に保釈金を支払い釈放。7月15日からイングランド艦隊の義勇兵となり、8月1日にノルウェーのベルゲン港でオランダ共和国との交戦を経験した。戦闘では非常に勇敢に振る舞い、周囲の賞賛を得るとともに、魂の不滅について、 深刻な疑念を抱いたと言われる。9月に帰国し、10月31日に国王から海戦での勇敢な行動に対する、報奨として750ポンドを賜る。1666年、1667年1月29日にエリザベス・マレットと結婚、10月5日に上院に召喚され、議員になるとともに、11月には会員による、 クラレンドン断劾決議を支持せよという抗議文に署名している。その後の13年間では、ロンドンに出ては、大酒と宝刀に身を持ち崩し、田舎にある領地に戻り妻子と断乱を過ごすという生活の繰り返しであった。主な出来事は次の通り、女優のエリザベス・バリー、ボーテイル・夫人、国王の愛称ロバーツ夫人と混用し、特にバリーとは一人娘を儲けている。 1669年11月末、マルグレーブ伯爵と決闘をするところだったが、ロチェスターからの体が弱っているために馬に乗らずには戦えないという、申し入れ中止になった。1675年、酔っ払った挙句、漁園の中央に立ち、ヨーロッパ随一の貴重品とされていた人形を抱えて、引き倒した。1676年6月、エプソムの治安官と喧嘩をし、 仲間のダウンズが夜景に殺された。翌7月の真ん中、医者と先生術師に変装してタワーヒルで開業していたという。1678年末、ヨーク公ジェームズの大位継承を認めないという会員からの王い排除法案について上院で反対演説を行った。1679年12月12日に起こった。 詩人で批評家のジョン・ドライデンがローズ工事で襲撃され、重傷を負うという事件に関与していたという、1669年から治療を始めていた梅毒が1677年から悪化、それに従って公的な事柄に関心を向け始め、外国で感触につきたいとも考えていた。1679年10月に、バーネット博士の宗教改革史を読み、 キリスト教信仰に心惹かれ、バーネットと神の本性、理性、奇跡について対話を始めた。1680年の春、母の礼拝堂牧師が読む、イザヤ書、第53章を聞いてふ意に改心し、5月の末から6月の初めに正式に改心し、奇跡を授かった。6月19日には、自分が足きて本を示して、 罪を犯させたかもしれないすべての人に対し、末期の忠告を書き署名し、1月後の7月26日に33歳で死去。息子のチャールズがロチェスター白位を継いだが、翌1681年に10歳で亡くなり、ウィルモット家は断絶、ヨーク公の議定で、クラレンドン白の次男ローレンスハイドが、新たにロチェスター白となった。ロチェスターは1675年から、 ドライデント仲違いした後は、オトウェイ、ナサニエル・リー、サーフランシス・フェインなどの新進の劇作家を保護し、自らは宮廷を基地に溢れた詩で批判し、恋愛詩を書き、女優のバリーを導いて、才能を開花させることができた。しかし、作品のいくつかは卑猥であり、用語も、特身的であったために、放送であった、同時代の人からも、ポルノ詩人とみなされた、後世になると、 現代のイギリス詩人、ピーター・ボーターがロチェスターを、ボードレールとアルテュール・ランボーの先駆者と呼ぶなど、再評価は進んでいる。ありがとうございます。